皆さん、どうも、こんにちは。日本ホロソフィー協会で会長をさせていただいてます、長賀伸之です。いつも聞いていただいてありがとうございます。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、今日は何の話をさせていただこうかなというふうに思ったんですけど、えっ、ー、と、まあ、僕も、えっ、ー、と、施術院をさせていただいてますけども、よく聞かれるのがですね、特に後半によく聞かれるのが、あの、値段設定について、 あの、よく聞かれるんですねで。ここって確かにすごい難しいとこだなというふうに思いますので、えっ、ー、と、今日はちょっと込み入った話になるかもしれないんで、なんかわかんないですけど、えっ、ー、と、ちょっとそんな話をさせていただこうかなというふうに思います。えー、っていうのもですね、あの、僕らのお仕事っていうのは、えっ、ー、と、物が動くわけではないんですね。だから、あの、施術をで、来ていただいて、施術をさせていただいて、帰っていただくみたいな感じなので、何も、なんだろう、例えば、 八百屋さんだと分かりやすいですけど、八百屋さんだったこう野菜を、えー、お金をいただいて、野菜をお渡ししてっていう、こ物の交換が行われるわけなんですけど、僕らは、えー、とそういうわけではないので、ある意味そのサービス業って言ったり、まあ、おかいただくあの代金っていうのは、まあ、技術料とかっていうふうに言ったりとかしますけど、まあ、本当にカテゴリー的なサービス業になるかなというふうに思うんですね。で、そうなってくるとですね、 あの、いろんなことを言う人がいるのは確かに事実。で、例えば、えっ、ー、と、友達料金でやってくれないかとか、えっ、ー、と、安くしてくれないかとか、あの、結構言われるんですね。で、あの、まあ、僕はなんですけど、あの、そういう方にはちょっとご遠慮いただいてるという現状がありまして、っていうのもですね、あの、食事の、例えば予約をするときとかに、 そんなこと言いますかねあのー、なんだろう。ホームページに、えっ、ー、と、値段とか、時間とかもちゃんと書いてる状態で、例えば、えっ、ー、と、レストランだったらメニューとかも書いてて、えっ、ー、と、まあ、前世がこういう風になって、えっ、ー、と、メインがこんな料理があって、で、えっ、ー、と、最後、デザートとコーヒーが出てきて、えっ、ー、と、おいくらになりますみたいな書いてあって、それで、えっ、ー、と、 それを電話してくくときになんか、例えば予約するときに友達料金でしてほしいとか、ちょっと安くしてくれないかとかって、なかなかちょっと言いづらい、そんなこと言う方おられないと思う。多分そういうこと言われたら多分断れると思うんですね。なんですけど、それでもレストランに関しては、その食事っていう、その目に見えたりとか、実際に出てくるものっていうのを提供していますので、そういうことはあまりないかなというふうに。 思うんですけど僕らみたいなお仕事っていうのは、さっきも言ったんですけど、リアルなものではないので、やっぱり、えっと、そこに対して、その価値っていうのをご理解いただけない方にはですね、やっぱそういうことを言われることも結構あるわけなんです。で、そういう時に、どうしたらいいかみたいなことをよく相談されるんですけど、あの、僕はそうやってさっき言ったみたいにご遠慮いただいてて、 で、あの、結局ですね、僕らはリアルなものではないんですけど、やっぱり目に見えない今まで培ってきた技術とか知識とか経験っていうのを、まあある種提供させていただいているわけなので,で、その、そこに、えっ、ー、と、どんだけの価値を持っていただくかで、そこにお金と時間を使っていただけるかっていうところがすごい大切になってきますので、ここにはですね、ある種こう、双方の信用、 っていうのが、えー、っと必須だと思うんですだからそこが例えば初めのですね友達料金でしてほしいとか安くしてって言われてる時点であの信頼関係がやっぱ崩れてしまうわけですよね。でよく言いますけどあのお金っていうのはなんかエネルギーの交換だお金っていうのはエネルギーなのでエネルギーの交換だとかっていうふうに言うんですね。 なので、えっ、ー、と、そうやって、まあ、安くする時点で、おそらくですけど、あんまりいい結果も出ないとかっていうふうにも言えますので、結果的になんかあんまりあそこ良くなかったみたいな感じになったりとかするのかなと。逆に言うと、例えば、えっ、ー、と、5000円だったら、5000円の価値があると思って、5000円の例えば、 効果だったり、5000円分のなんか言ってよかったなって思えるみたいなところは期待されて来られるわけで、そこに対してお返しをするっていうお互いの、えっ、ー、と、エネルギーの交換とか信用の、えー、とやりとりが行われるみたいな感じになるので、そこが、えっ、ー、と、例えば5000円のものを3000円にしてしまった時点で、やっぱ3000円ものしかないってなると、そもそも期待が薄いし、えっ、ー、と、やっぱそんなもんだったみたいな感じになる可能性がすごい高い。 なぁというふうに思うんですね。で、まあ実際ね、あの、こんなことを言ってますけど、僕も昔はですね、そんなこともさせていただいてたですね。ね、要は、あの、お友達料金とか、ちょっと高いな、もうちょっと安くしてとか、若い時とか、本当すごい言われるんですよ。なんで、ちょっと、あの、できる限りでそういうこともさせていただいてたし、初はじめやっぱり、えっ、ー、と、何よりも経験を積みたかったので、お母を貸していただけるなら、みたいな感じで、えっ、ー、と、すごい、なんか、 たた同然の値段でやらせていただいだこ,これあんまりなんか良かった経験、試しがないですね。だからやっぱそういう方ほどなんかね、あのー、なんだろう、なんていうかこう、すごい、あの、あんまりいいことを言ってくれなかったりとか、いい悪いではないんですけど、なんかこう、あの、本当にね、なんか逆になんか、 うん、もっとここをこうした方がいいんじゃとかないかとか、すごいなんか、何目線なんだろうなみたいなこととかもすごいよく言っていただいたりとか、若い時はしてですね、あんまりなんか良かった経験がないですね。なので、やっぱり、壊れる方と、例えばセラピストみたいな関係性をちゃんと築けている方が、多分双方にとっていいんじゃないかなというふうに思うので、えー、っと、なんか僕はそれに対してはそんな風に思います。で、あとはですね、あの、例えば、 あのー、例えばうちでしたらですね、今は、えー、初心で、まあ、ぶっちゃけた話とか、あれなんですけど、初心で今、えー、1万5千円いただいてまして、えー、2回目からは、だいたい、えっ、ー、と、ベースになるのが50分1万円みたいな感じで、いただいてるわけなんですけど、これ、えー、っと、やっぱりそんなに安くないっていう方もおられれば、いやいや、もう取ってもいいんじゃないかっていう方がおられるんですね。で、 あの、やっぱり、まあ、いろんな方がおられるんであれなんですけど、これは、相手の収入が高ければ、えー、っと、安いって言ってくれるとか、そういう話ではなくって、そこにどんだけ価値を持ってくれ持っていただけるかっていうことで、言っていただける評価が変わってくるっていう感じになるんですよ。なので、えー、っと、これ、いくらにしても、 例えば僕が今1万円でやらせていただいてますけど、例えばこれを2000円にしましたって言っても、安いって言ってくれる人もいれば、高いっていう人はおられるんですね。これいつまで経っても同じなので、大切なのは値段設定をするときにですね、自分がそれに対してどれくらいの価値を提供できてるかっていうことを自分自身できっちり示すこと。 っていうことがすごい大切なんじゃないかなっていうふうに、えっ、ー、と、個人的には思います。あのー、なんかね、そこが不安だと、なんか結局、やっぱり自分が不安だなっていうふうに思ってるものを提供するっていうことになりますので、なんか、思いませんかだって例えば、えっ、ー、と、レストランに行ってメインの料理を、 不安だなって思ってるそのシェフの店にですね行きますかねなんかいやここに対してはやっぱすごい絶対的な自信があるとかっていう方にやっぱりせっかくなんでお金も時間も使いたいなって思うことが普通なんじゃないかなと個人的には思いますのでその料金設定っていうのは、まあ、僕らみたいなお仕事は正解はないわけ。 ですしえー、っとやっぱ相場とかもあるからあのー、なんか本当はそれこそ地域によっても違う可能性があるんですけどまあでも極論実はそういうのもなくってなんかその世界その世界によって値段が違うっていうのもありつつでも、えー、っと本当の意味では自分が提供させていただく価値に対して理解していただける方がお越しいただける。 っていうのが、えー、お互いにとってすごいハッピーなんじゃないかなと。で、その循環が結局、さらにさらに、えっ、ー、と、みんな元気な人が増えていくっていう感じになっていくんじゃないかなというふうに思いますので、結構ここのところは、えっ、ー、と、大事なんじゃないかなというふうに思いまして、えっ、ー、と、今日はこんな話をさせていただきました。あのー、まあ、一般向け、 一般の方向けのお話というよりは、こういうお仕事をされている方向けみたいな話になってしまって申し訳ないんですけども、ちょっと、えっ、ー、と、こういう質問を最近たくさんいただきましたので、ちょっとあえてなんですけど、ちょっとお話しさせていただいたという感じです。はい。ということで、えっ、ー、と、まあ、何かの参考になれば嬉しいなというふうに今日も思いつつ、えっ、ー、と、こんな感じで終わりたいと思います。それじゃあまた。バイバーイ。